はるみさん、こんにちは。あかんですよ。で、今日からですね、このリーランと緑の王のガチャが復刻いたしました。まあ、この二人結構強いっすよね。まあ、緑の王なんかさ、体力がよく SS ゲージで変換するんで、結構 SS 回転率が良くて、SSS もね、普通に SS と同じぐらいの速度で撃てるんですよ。で、そっから撃ったら特殊状態が試合終了まで続いて、しかもあの防御力でしょ？しかも得点したらまた体力回復して SS ゲージがめっちゃ溜まるんで、他のキャラでもまた SS を撃つことができるという結構恐ろしいキャラで、あとリーランもですね、特殊スライスで相手を後ろに下げて、あと相手が空中型ギミック無効なかったらですね、 SS 改変強制発動を付与することができたりはするんで、まあ、それで SS の得点力を下げることができると。なので2人とも結構優秀だと。なのでまあ結構嬉しいガチではあるかなと思うんですけども、まあ、この2人をゲットしたからといって革命的に勝率が上がるかって言われたら今の環境ではそうでもないような気が僕はするんで、無理して引く必要はないと思うんですよ。ただですね、毎日無料ガチャがあったりだとか50ジュエルで10連引ける分もあったりはするんで、これは引いてもいいんじゃないかなと思います。これね、なんでかっていうと、この50ジェル使うことによって 10% チケットもらえるんですよ。これで、ね、10% の確率で緑の王とリーランが当たるっていうものになっていて、これね、今のね、ガチャ、これ例えばテレシアのやつの場合であればですね、250ジェル使うことによって星5確定のやつなんですよ。これ結構闇で、星5確定やからいいやんと思った方いるかなと思うんですけど、これ実はですね、200体以上いる中から1体みたいな、えげつなくね、低い確率を引き当てなければいけないんですよ。それに対して 10% チケットはですね、10% の確率で引き当てることができるっていう感じになってるんで、しかも今回ね、50ジュエルでこれ引くことができるんで、まあ、結構価値はあるんじゃないかなとは思います。ただですね、3月にコラボは来るって言われているんで、まあ、これがね、次の新キャラなのか次の次に来るのかまだ分かってはいないんですけども、まあ、それの時にですね、250ジュエルで1体確定が来る可能性がある。まあ、このシーズン2になってからさ、250ジュエルで1体確定全く来てないじゃないですか。なのでどうなるかどうかは何とも言えないんですけども、まあ、一応コラボは今のところずっと確定はあるんで、一応残しといた方がいいような気がするけど、まあ50ジュエルやったら引く価値はあると思うんでね、もう俺なら引くかなっていう感じですね。まあとりあえず、まあこの毎日無料分とかはね、絶対忘れないようにね、引いていただけるとまあいいんじゃないかなと思うんですけど、僕はですね、この緑の王とリーランどちらも持っていないのでね、まあこの50ジュエルは絶対使っていきたいなと思います。まあシーズン2になってからね、まあ全然引く気が起きなかったんですけども、まあこの50ジュエルぐらいやったらね、全然いいと思うんで、これを引いていきたいなと思います。いやー、個人的には緑の王が欲しいかな。 SSS あの速度で打ててさ、もうまたあれ生きるめっちゃ良くない？特定したら体力回復して SS ゲージ溜まって交代時でまたすぐ SS 打って、相手は特殊状態になってるキャラ1体に対してこっちは2人みたいな、やばくない？いやマジここ熱いよ。ここで、あ、いいね。星5が1体は絶対出てくると。まだ昇格の可能性もあるしね。はいはいはい。これは何個目かな？ 6 個目ぐらい？ちょっとあんま見られへんかったけど。はいはい。3、4、5。で、次から、あ、これで次やな、多分。お願い、上から振ってください。ドン。あ、ピアナは持っている。まあまあ、ここで当たらなくてもですね、まあこの50ジェル使ったことによって 10% ガチャチケットをもらうことができたんで、さあ、ここで10人に1人の逸材になることができるか。まあ、これが結構ね、重大になってくるんですけど、さあどうなるか。これ一応見ます。何だっけ、確率みたいなやつ、ここに多分載ってると思うんですけど、まあ 10% の確率で緑のオートリーランどちらかが当たるので、まあ他は全部星3のキャラっていう感じですね。 40% あ、ちゃうな、 40% の確率で星3で 50% の確率で星2みたいな感じですね。というわけで引いていきましょうか。まあ50ジェルなんでね、まあどうなるか分からへんけど、ドン。これはお願い、俺ここで虹なったらでかいけど、なれへんかったらほぼ絶望的やんの。お願い、ここで、やばギーはやばい、昇格、まだ昇格、うわマジすごない？俺誰、あ、リーラン、いい、全然いい、嬉しい、やっぱ俺最近のガチャ率やばくないか？マジで俺1000人に1人で逸材ぐらいの神引きばっかしてるんやけど、大丈夫かな？で、まあこれはですね、2回目になると、あ、もう250になっちゃう、100にもなれへんねや。だからまあちょっと厳しいけど、一応、まあもう1回この 10% を引きたいのであれば、5個目まで引くことによってこれもう1回もらえるっていうのと、10個目やったら緑の王確定があったりだとか、あともう2枚目ですね。はい。15個目までスタンプを貼ることによってリーダーもゲットすることができるんでね。まあ追える方はですね、そこまで追っていただいてもいいんじゃないかなと思うんですけど、先ほども言った通りね、コラボがもしかしたら250ジェル確定はあったりはすると思うんで、そこはちょっとね、考えといた方がいいかもしれないですね。
というわけで早速ですね、この開口リーランを使ってタワーやっていきたいなと思うんですけど、マイティアレートが2569でマナが入ってるんでね、まあ初手マナと戦うことになるかなと思うんですけど、このリーランはですね、初めからグッド以上で4回打てば特殊スライスを打てるようになるんですよ。なので相手がね、ハイジャンスマッシュで、まあ、攻めてくることを防ぐことができるんやけど、まあこうやって完全されてしまうときついな。ちょっとそこがちょっと難点ではあるんやけど、頑張ってまあ、グッド以上で返していけば、最終的に相手を後ろに下げることができると。ただこれ4突もしてるんやけど、結構体力はなくなりそうな感じはするよね。なのでもしまあマナを意識するのであればカーソーブラーハの方がいいかなと思うんやけど、相手これ空中向こうついてんな。空中向こうついとったらな、マジでこの改変強制発動付与できひんし、うわえらいことなってるわ体力ただまあSS だったら150回復してはいるんで、まだそれはマシかなっていう感じですね。ほらもうドリンクとっても38ってえらいことになってるわ。まあ一応ドリンク回復量アップとか状態異常無効をつけることによって復活することできるんやけど、まあ体力なかったらな、ボレで状態異常回復することも不可能だったりはするんで、まあそこはちょっとやっぱまあもしマナを意識するんやったらカーソーブラーハかなって感じやな。カーソーブラーハって相手後ろに下げれたりもするし、あとまあこの子 SS 打たんでもまあこの特殊スライス打てるわけじゃないですか。なので割と相性はいいんじゃないかなと思います。でまあそれ以外のおすすめのラケットは僕が今持たしてるエピゴンテロスとか、あとヘリオブライトとかレフコスカリスかなと思うんですけど、まあヘリオレフコスあたりの方が安定かな。まあ、エピゴンテロス持たしとったら強い場面もあったりはするんやけど、まあハードコート雪コートって打球効果無効が多かったりだとか、なんかこの子千里眼も持ってないので、相手に接するの飛んでくるタイミングもあんま把握できないんです。なのでまあ慣れたらまあうまい感じのタイミングに打てるかもしれないんですけども、ちょっと厳しいかなと思う場面がまあ多かった印象はちょっとありますね。ただまあ刺さればですね、相手に無駄に SS をね打たせることができたりするんで、その点は良かったりするんで、まあ持ってる方はですね一度試してみてはいかがでしょうか。というわけで2戦目はですね、結構レート高い人との試合っていう感じになっているんやけど、まあこの子でまた順調にですねグッド以上で打って、まあ100回ローラン状態になって、見て特殊スライス飛んでくるの分かってね、前に飛んできて広大でスインゲリアで、まあ、オラクロブラーハを打ってくるっていう、まあ、このうまさやばかったよね本当でまあ最近ね新キャラとして登場したこの赤髪の冒険家との対決に関してなんやけど、まあ、この開口リーダーって SS って地面型ギミック向こうはつくんですよ。なので、まあ、この赤髪のさ3打球に1回地面えぐって体力をめっちゃ枯らしてくるやつあるじゃないですか。あれは効かないんですよ。ただちょっと体力が脆いというかスタミナがちょっと少ないのかな、なんか普通に枯れたりするんですよ。なのでそこがちょっとあれやったりしたんで、まあ、靴をダメージカット靴にしてもいいかもしれないですね。僕これはですねエリア広がる、まあ、10% スピルタイプのスインゲリアプラス 10% のやつにしてるんで、ダメージカットにして、あとこの子空中向こうはついてないので、赤髪がですねそのモードチェンジしてラケット落としの方で戦ってきた時にラケット落としは効いてしまうっていう形になるって、 C って言うならラケットに、まあ、ラケット落とし向こう、あ何やったっけな、ラケットを絶対離さないというスロットスキル3をつけていただくとある程度は戦っていけるとは思うんですけど、まあ赤髪の SS バカ速かったりするし、あとは入れ番ギミック、まあ、片方にあるわけじゃないですか。なのでそことかも気にしとったら、まあ、結構取るのも大変やったりするような気がするんで、まあ、めっちゃ勝てるかって言われたら微妙な気はするんやけど、全然可能性はあるなと思いましたね。やっぱ特殊スライスの相手を後ろに下げることができるっていうのは結構大きいかなと感じました。ただですね、まあ、ハードコートとかではあんま勝つことができなくて、まあ、雪にも来るんですけど、幻想ルチア、まあ、子さオーバフロで、まあ、結構やばいじゃないですか。でまあ相手がボレーしてきたら取れないみたいな状況になってくるから、特殊スライス結構ね、まあいい感じに刺さるかなと思ったんですけど、まあ、特殊スライスを、まあ、スマッシュされる時もあるし、あとまあこの子ね相手に SS カウンターした時に飛燕ロブ打ってるんですよ。まあ、その時にスマッシュされたりだとか、あとまあこの消える球の時にもスマッシュされたりして、かつまあなんか柱もあるじゃないですか。なので、まあ、ほぼ確実に失点します。しかもあんまりダメージも与えれないんで、相手がまあその体力なくなる頃には SS また打ってきて体力回復してみたいな最悪な循環を生んでくるんで、あの子に勝つのは不可能だったんで、もしまあハードレとか雪とかで開口リーダー使うのであれば、幻想ルチア対策ある程度入れといた方がいいかなと思います。まあ相手にあんま来ないのであれば別にいいんですけどね。でまあこの試合中はですねラケット落とし向こうつけてなかったんで、まあこんな感じで落ちてしまったんですけども、まあつけとったら、まあ、結構いけるんじゃないかなとは思ったって感じですね。で続いてはですね、まあこのね怪奇クロカとの試合って感じになってるんやけど、まあこの子も厳しいよねまあこの子特殊状態中やったら空中地面向こうがつくんで、まあSS 改変強制発動付与することができないじゃないですか。でまああの子エアモード持ってるんで、まあ、スライスをですね前からスマッシュすることができると。なのでハードコートで言うとパルメとかも結構やばくて、あの子バースト発動したらね判定弱体をリーラにね受けることができるんですけど、リーラで先ほども言った通りですねグッド以上で、まあ、4回返球すると、まあこの特殊スライス打てる状態になるんやけど、まあそのグッド以上で返せなくなるんですね。判定弱体食らってしまうと、自分がジャストで打たないとグッド以上っていう判定にはならないので、
まあ、全然ですね特殊スライスを打てなくて、まあ、相手にやられると。ほんで特殊スライスを打ったとしても相手に前からスマッシュされて終わるみたいなパターンが、まあ、結構多かったですね。ただまあこの子地面型ギミック無効ついてるんで、カルロスの特殊状態解除効かないのは結構戦いやすいかなと思いました。あとまあ判定弱体系で言うとですね、このキアラもスペシャル打つだけで判定弱体食らわすことができるんで、まあ、それも厳しいですよね。まあ、この特殊スライスずっと打てる状態やったらいいねんけどな。この子特殊状態 SS 打ったとしても特殊スライスが打てるっていうわけではなくて、グッド以上で打つことによってっていうキャラになってるんで、まあ、そこがちょっと厳しいなとは思ったんで、まあ、どうなんかな、まあ、この子のためっていうよりかは、まあ、緑の王が欲しいから引くの方が、まあ、いいような感じはしたんですけど、まあ、一応低バウンド打てたりとか、あとまあこの百花繚乱状態を7回ぐらい継続して相手が打ち上げてくれたらですね、極限スマッシュ打てたりはするんで、まあ、その辺は良かったりするかなと思います。でまあハードと雪で結構黒の後継者に対してはですね、まあ、スライスで奥にやったりとか地面型ギミック無効なんでダメージも受けないっていうので結構相性良かったりはするかなと思うので、まあ、その子に困ってる方もこの子使うのは結構ありなんじゃないかなと思いまして、ということでまた皆さんお会いしましょう。バイバイ。